英語回帰とは、フリードリヒ・ニーチェの思想で、経験が一回限り繰り返されるという世界観では、なく、超人的な意志によってある瞬間と全く同じ、瞬間を次々に、英語的に繰り返すことを確立するという思想である。ニーチェは、この人を見よで、英語回帰を、およそ到達しうる、最高の皇帝の形式と述べている。ニーチェの後期思想の根幹をなす思想であり、 サラトゥストラは、こう語ったにおいて、初めて提唱された。信仰の外にあるということで、英語的に同じ場にある信仰外、普遍同一存在のことを表している。信仰することによる向上は存在しないということで、ある。この見方を、存在論と呼んでしまうと、この英語を回帰するもの,の生成変化に即する、生成論的ありようを見えなくさせるのでよくない。時間は無限であり、 物質は有限であるという前提に立ち、無限の時間の中で有限の物質を組み合わせたものが世界であるならば、現在の世界が過去に存在し、あるいは将来も、再度全く同じ組み合わせから構成される可能性について示唆している。ニーチェにおいて、この世界の円環的構造は、単に存在論的なものにとどまらず、自由意志の問題と結びつけられる。英語を回帰するのは、 週末を迎えることなく時を超えて同一であるものにしてかつ万物である。すなわち、英語回帰は週末における救済というオプティミズムとの対比でしばしばペシミズムと結びつけて語られるが、その一方で救済されるようにと今の行いを正すという制約から解放された明るさもある。世界が何度巡り来ても今ここにある瞬間が各あることを望む。 という強い生の皇帝の思想でもある。その意味で、英語会帰は生をおろそかにしない超人にのみ、引き受けることが可能な存在と意志との自由の境地である。英語会帰は単なる宿命ではなく、自由意志によって将来される世界の根源的なありようなのである。英語会帰は生への強い皇帝の思想であると、同時に一回生の連続という概念を念頭に置かねばならない。 つまり、天生思想のように前世、現世、来世と生まれ変わるものでは、決してなく、人生とは、カセットテープのように仮に生まれ変わったとしても、その年その時その瞬間まで、全く同じで再び繰り返すというものである。仮に2006年、あなたは、青い服を着て、白いズボンを履いて14時45分に、目黒駅前の明治学院に行きバス停でタバコを、一服していたとしよう。 命尽きて生まれ変わっていたとしても2006年あなたは青い服を着て白いズボンを履いて14時45分に目黒駅前の明治学院行きバス停でタバコを一服しているリセットしてカセットテープを巻き戻しただけの状態になるこれが一回生の連続であるそれを永遠に繰り返すゆえに己の人生に否と言わずしかりと言うため 強い人生への肯定が必要なのである。サラトストラは自ら育てた闇に食われて死していく、幻影を見る。最高へは常に、最新から。超人は、神々の黄昏に力強く現れる。闇を知り、闇を走、死し,してなお名前の、強い、叱りを繰り返す。今、ここにある、瞬間の己に強く頷く態度、それこそが超人への道であり。 英語を回帰の根幹である。ニーチェ自身は、英語を回帰の思想をほのめかすだけにとどまっている。ニーチェは、権力への意志で、物理学のエネルギー保存の法則をその根拠の一つとしている。英語を回帰について、西部進むはこう述べている。探し当てられるべきは実在なのだが、実在は言葉を住みかとし、そして自分という存在はその住みかの番人をしている。 ということに過ぎないのだ。言葉が歴史という名の草原を移動しつつ、実在を運んでいると思われるのだが、自分という存在はその牧者に過ぎない。その万人なり牧者なりの生を通じて徐々に分からされてくるのは、実在はそこにあると指示されているにもかかわらず、人間に認識されるのを拒絶しているということである。それを無と呼べば、人間は実在を求めて自分が 無に永遠に回帰するほかないと知る。つまり、ニーチェの英語回帰である。それが死という無に関わるものとしての人間にとっての実在の姿なのだ。ニーチェは英語回帰を直感的、文学的に語っているために、その体系的な意味合いは不明瞭である。ただ、宗教的な意味合いにおいては、英語回帰はキリスト教的な来世や東洋的な前世の否定であり、 哲学史的な意味合いにおいては、弁償法の否定と解釈できる。ニーチェは、英語回帰を解き、弁償法を否定することによって、近代化そのもの、社会は、より良くなっていくものだという西洋的な進歩史観、そのものを覆そうとしたのである。弁償法は、近代哲学の完成者と言われる、ヘーゲルの基本概念であり、これを否定することは、文字通り、 近代哲学を覆そうとする試みであった。ニーチェの英語を回帰の思想は、ポストモダンの近代批判に大きな影響を与えることになる。すべての善悪、優劣は人間の主観的な思い込みに過ぎず、絶対的な善悪だけでなく、相対的な善悪も否定する、価値相対主義の極限という点では、仏家の諸行無常、諸法務が創始の万物性道論に近い。 絶対正義を語るキリスト教の強い西洋思想というよりも東洋思想によく見られる発想である。が、仏教については定感だとしてニーチェは否認しているので、英語回帰はもっと能動的である。すべてのものは平等に無価値であり、終わりも始まりもない英語回帰という究極のニヒリズムから運命愛に至り、無から新価値を創造、確立する強い意志を持ったものをニーチェは、 常人と呼んでいる。しがらみも伝統も秩序も全くの無であるということは、そこからあらゆる新価値、新秩序が構成可能だということである。しかし、歴史の終わりを書いたフランシス・福山らに批判されているように、蓄積している知識や歴史が近代化という不可逆な方向性を持っているのは、社会科学的な事実であり、英語回帰の思想は、 人類史的なスタンスから見れば誤りである。歴史は繰り返しているようで、弁証法的に発展しているのである。また、自然科学的観点に立てば、1、世界はエントロピー増大の法則により常に拡散、多様化していくので類似の状況が再現されても、全く同じ状況が再現されることはないという熱、力学的見解や、に有限の形に、 無限の時間を与えても繰り返しが起こるとは限らないことを発見したカオス理論、あるいは、三、本質的に不確定性を内包する量子論など、特に物理学によって英語回帰を否定することが可能である。また、ニーチェの能動的にヒリズムは、ナチスにベルサイユ体制打破という政治的目的に利用され、結果的にヨーロッパに破滅的な戦災を与えた。戦後、 審左翼の若者たちの間でも流行し、彼らの刹那的で盲導的な暴力行為を煽った。絶対的な善悪だけでなく、相対的な善悪すら存在しないということは、あらゆる蛮行や強行もすべて許されてしまうという危険思想に容易に直結する。その政治的に利用されやすい危険性と反省から、哲学者の長井人氏は、 その敗北の完璧さにおける思想的な意義を賛美しつつもニーチェは思想家としては敗北した。マルクスには復活の可能性があるがもはやニーチェにはないと指摘している。フランシス・福山もユダヤ的対等願望はゲルマン的優越願望に勝利したと指摘し弁償法的に発展する歴史には目的や終わりがあるとして歴史の終わりを説いた。英語会議は 科学的に確定される現象や政治思想としてではなく、あくまでも実存主義の構えの柱の一つであり、個人の心的現象内によって発生し得るものなのかもしれない。ニーチェは個人幻想の枠内ならば、人間は因果率も時間軸も超えられることを叫び、個人幻想の絶対的自由を主張したかったとも解釈し得る。これについて、長井糸氏は、英語を回帰は、 思想というよりも、ある日、突然ニーチェを襲った体験である点を強調している。長井人氏は、ニーチェ哲学とは徹底した、問いであると指摘している。確かに、ニーチェ哲学は狂気をはらんでいるが、それは、無知や、短絡的思考から来る狂気ではない。一般人なら、適当なところで辞めてしまう疑問を問い続けた結果で、あり、哲学的施策を徹底したがゆえに発生する。 狂気なのである。民主主義は価値相対主義を解くが、すべての価値を相対化し続けたら、絶対的な善悪だけでなく、相対的善悪も否定されてしまい、究極的には善悪すべてが無意味化するのではないのか民主主義は国民の平等を解くが、すべての国民に平等に価値があるということは、すべての国民には平等に価値がないと。 言い換えられるのではないのかキリスト教は不変愛を説くが、すべてを平等に愛するということは、何も愛していないというニヒリズムなのではないのかフランシス・福山は、ニーチェの近代批判は、本質的で、根源的であり、論理的に反駁するのが困難であることを認めている。英語を回帰の能動的ニヒリズムから、貴族道徳の復活を解くニーチェ思想は、現代人の視点からしたら、 危険思想以外の何者でもないので多数派の指示を受けることはなく、もはや政治思想として復活することはあり得ない。その点においてニーチェは思想家としては間違いなく完敗した。しかし感覚的に拒否できても論理的に反駁することが困難である点がニーチェ哲学の特徴の一つである。ありがとうございます。